こんばんは。どうも。目にゴミ入っちゃうかん。こんばんは。こんばんは。今日もお風呂上がりですか？そうなのよ。そうなのよ。そうなのよ。画面拭かないの？ん？わかんない。今日はいいかなみたいな感じでいるけど、みたい。あとは寝るだけ。誰？え？誰？何が？明日早いのかな？そうなんです。早い。4時半起きなんだ。私は。なんか眠そうやな。そう？全然眠くないよ、今は。全然。いつにも増して眠たそうですね。なんかめっちゃ言われるけど、眠たくないよ。目がトロンとしてる。そう、別にトロンとはしてない。見て、こんばんは。何も眠たくない。ピタパ持ってますか？持ってない。イコカしか持ってない。明日は少し涼しそうですね。そうなの？涼しいの？嫌だな。寒いの嫌じゃない？鏡のシール売ってくれ。5億円になります。嘘嘘、売れないよ。実はここだけだと思ってるでしょ。実は見えない、見せれなかった。ここにもあるんです。多少寒いと思う。なんと毎回新しいのもらえるの。そうだよ。そりゃそうです。しゃっくりが30分くらい止まらないので助けてください。どうしたら止まるんだっけ。自分で驚いたら何かに。なんか「ああ」みたいな。なんかいきなり自分で何かに驚いてみたら止まるかもしれない。別に一回やったことあるよ。そしたら止まったことある。そう。でも止まったことあるんだよね、自分でそれやって。それか、お茶とか水分飲んでも、水分飲んでも無理なの？なんかたまにさ、水分取ってないとしゃっくり出るときあるよね。で、水分飲むと止まるときあるよね。あとね、泉がしゃっくり止める方法は、ここあるじゃん、ここなんていうの、鎖骨と鎖骨の間のくぼみみたいな、なんかこのこういう鎖骨あるじゃん、鎖骨と鎖骨その間のくぼみみたいなあるじゃん。ここを押してなんか息をなんていうの、限界まで止めてやる、止めると止まったことある。一旦寝ると止まる。それね、それはわかる。ゆずみだってね、前ね、しゃっくり出てね、あ、新幹線乗る時だ、しゃっくり出ててね、あー止まんないと思って、何しても止まんないっていう時ね、もう寝たらいいやと思って寝たら治ってた。大豆って言うと止まるよ。それ言うよね。大豆とかさ、あとはなんだろう、きつねうどんとかもあるよね。なんかなんだっけ、あとなんだっけ、ナスビーみたいな。わかんないけど、炭酸水飲むと止まる。あ、そうなんだ。あ、炭酸だからかな。なんか炭酸ってさ、
なんか炭酸ってシュワシュワみたいな感じだからかな、わかんないけど。鼻つまんで水飲むと止まるかな、止まるのかな。呼吸を止めながら水をコップ一杯飲む方法だって医者、お医者さんに教えてもらったらしいよ。こんばんは、5月1日握手会行きます。お、ありがとう。イカ焼きは好きですか。うん、好き。イカ焼き。イズリンはうどん派、そば派。うどん派、うどん派です。確かに大抵は寝れば治る。それそれそれ、本当にそれよ。やっぱり睡眠ってすごいよねファミチキ食べてるこんな時間に、うわーいいなー。さぬきうどん食べたことある？なんか本物はないかな。イカ焼きってどんなの？普通にイカ焼いてる。イカ焼き、あ、それはイカの姿焼き。イカ焼きってあっちか、あの卵のあの生地の方のやつがイカ焼きか。花粉症が辛くて外に出たくない。でもさ、家の中でもさ一緒じゃないと思っちゃう。泉は花粉症って、だってさ窓を開けるだけでも花粉は入ってくるわけだしさ、外から帰ってきた服とかにもさいっぱい花粉はついてるわけだからさ、一緒だよ外も家の中も。逆に家の中の方がこもっちゃうかもしれないよ。わかんないけど、わかんないけど、どうなんだろうね。でも今日は花粉強かったよね。それは本当に思った。なんか泉さ、今花粉症ないんだけど、なんかちょっと前に花粉症かなみたいな、喉かゆいなーとか思ってたけど、なんか治ってそう、なんもなかったんだけど、今日はくしゃみがいっぱい出たから、今日は花粉が強かったんだと思う。たまにそういう日あるよね。ワイルドですね。本当？本当？花粉見える？見えない。泉は時々551の肉まん、豚まん、あ、どこ行った？食べたくなることありますか？考えてなかった。でも食べたいよね。普通に美味しいもん。スピンですか？イエス。お風呂上がりなので。今年の花粉喉にまくる。結構喉に来てた。でもない。今はない。551年間食べたことない。ほんと？普通に美味しいよ。明日仕事でラグーナ行けなくなったので慰めてください。悲しいね、それは。それは悲しい。あれ？ラグーナって配信あったっけ？ないか。あれ？わかんなくなっちゃった。トゥトゥトゥタンタンタン。たまに麦チョコが食べたくなるよ。食べたくなるよ。麦チョコってなんだっけ？
行ける人羨ま、ね、遠い人 いるものね。牛タンは好き、大好き牛タン、めっちゃ美味しい。麦の形をしたチョコ、ああれか、あれか、なんかクマみたいなやつ、あ違うか、どの絵だっけ忘れちゃったけど、牛乳にかけるやつもあるね。ほうほうほう、芋けんぴ好き、さつまいも好きでさ、なんていうの、さつまいもチップスとかさ、干し芋とかさ、大学芋も好きだし、スイートポテトも好きだしね、本当に美味しい、さつまいも大好きなのよ、本当に好き、干し芋。でも自分の代わりに知り合いが行きます。じゃあ知り合いに自分の心も託してくださいね。焼き芋も大好き、牛すじも好きです、わかる、美味しいよね。一緒に干し芋ダイエットしません？しない、だっていっぱい食べちゃうもん、美味しいから、だから意味がなくなっちゃう私は。よいしょ、チーズ好きね、好きよチーズ、肉吸いは食べたことある、ない、聞いたことあるけどない、食べたことない。美味しいの肉吸いって。芋いいですよね、いい芋、あ名前が芋けんぴ、何なんて読むの、なんちゃら芋けんぴ、生芋けんぴ食べたことある、芋けんぴに生とかあるの、実は今日の昼うなぎを食べてきました、すごい、うなぎいつ食べたか覚えてないや。芋とチーズの相性良いね、わかる、芋餅美味しいよね、芋餅、チーズ芋餅美味しい、チーズ芋餅。さつまいも好きなら鬼まんじゅう食べたことある、給食に出たよ小学校の時の、でもその給食のやつはあんまり好きじゃなかったけど、美味しい鬼まんじゅうだったら好きかもしれない。芋ようかん好き、ようかん食べれない。東京のネギシ牛タンが美味しい、ネギシってどこにでもあるよ、うん、ネギシはどこにでもあるよ、あれないっけ、めっちゃどこにでもあるイメージなんだけど、ネギシって東京だけだっけ、あれわかんないくなっちゃった、すごいどこにでもあったイメージがある、全国なイメージ。さつまいもの天ぷら美味しい、めっちゃ美味しいね、全国のイメージある。中村ちゃん明日もこの時間ぐらいに配信しますか、多分明日の朝は早いからしないと思うよ、わかんないけど、えだってさ明日ってさ何時だ、何時開演だっけ、2時だっけ、あれ2時だっけ明日、2時か14時か、14時だから絶対間に合うよね、14時で、だって長くても14時で、だいたいライブってさ2時間とかだよね、な気がする、だいたいってそんぐらいな気がするやん、でまあいろいろあったとして、まあ、3時間かかったとしても5時には終わるわけじゃんライブは、でそっからよう、まあ、帰るにしてもそんなかあれだもんね、名古屋、あ、ね、な、ね、
ネズミは前きっちり決めれないじゃんね、ライブの時は。ライブ終わってからアトラクションあるよ。でもそれがあったとしても23時半には間に合うと思うよ、泉は。分かんない。福岡会社のお菓子、通りもん食べたことある？なんかある気がすんだるよね。ある気がします。私はラジオ配信で移動中できるかしら。できない。ブラックイモはカチカチ派？トロトロ派？カチカチ派かな。でも両方好きかな。両方好きです。大阪の月化粧は知ってる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 知ってます。髪伸びたね。そうかな。セブン。僕とじゃないか。ネズミの推しメンは僕とさんだからね。一押しは配給の話。配給の話ね。ネズミの一番の推しメンは僕とさんだから、これはもう変わらない。これは変わりません。あんの芋ナイス食べたことありますか？わかんない。どうだ？メジャーのワッツ推しだ。あ、金もいい。わかる。金はわかるわかる。お父さんってあのお父さんは違う。メジャー小森推し。泉ね、メジャーの小森と言ったらさ、なんかさ、なんかあれあるじゃん、なんか歩道橋の上でさ、高校時代かな、高校の時かな、あのこうやって五郎とその小森がこうやってキャッチボール一球だけやるやつ、あれ好きだった。ギブソンは父派です。おーおーおー、あーそう、三船線の後それ好きやったよ。うん、僕は断然草野。あー草野といえばあれだな、あの夢島にさ、あれ草野ってあれだよね、カイドウのあれだよね、だったはず。あれ合ってる？もうなんか名前忘れてきたけど、それだったっけ。そうそう、深夜ノック、それね、それが好きだったわ。
意外と香取も好きかもしれん。ああ、本当？本当？誰だろうな。でも、ギブソンジュニア、って感じ。ユニコーチとか、ああ、わかるわかる。あれだよね。もう一回ピッチャーのテスト受けさすみたいな、なんかあれ言ったよね。なんかあれ犬コーチがやったんじゃなかったっけ。僕は泉しか押してません。本当やった。それは本当なのかな。メジャーってどういう終わり方したか忘れた。本当？もう優勝した。けど、まあそれで、まああれでもあれでもそのやつで泉は本当に印象に残ってるのは、頭にやっぱりデッドボールじゃないな、なんていうんだ、まあ食らったことだよね。そう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 。ゴローが肩を壊さなかった。そうそうそう、もう一回ね、なんかねあれなんだよね。あでもそれはもう一個あれだよね。もういあ違うわ、あれ何個あったっけ。2個あったよね。それはあメッセージの方でしょ。それはもう一回じゃ血行障害に再発して手術したけど、なんかなんて言うんだろう、無理、これ以上回復無理かなみたいな感じでリリースなって、で EV メタモン可愛いからな。そうそう、野手になってみたいな。生誕祭入りたいな。入ってほしいよ本当に。みんなお願いします、入ってください。本当に入ってください。泉はブラッキーが似合いそう。本当泉ね、何が好きだろう。その種類だとリーフィア、わかんない。シャワーズも可愛いしな。ロコンか9個ね、尻尾たくさんつけて。でもロコンさ、泉 あっちのなんだっけもうアローラの姿の方だっけ。あれ好きよ。カビゴンわかる。リザードン推し。そうなんだ。ポケモンね、カビゴンも好きだし、ピカチュウも好きだし、イーブイも好き。もう3分、あと1分したらあれやらないと。
パチリスかわいい、わかる、パチリスかわいい、わかるわかる。なんかさ、伝説のポケモンいっぱいいるじゃん。なんかもうわけわからんぐらいいっぱいいるじゃん。なんか今伝説のポケモンってあれさ、結局さ誰が一番強いんだろうと思う。法王かな、やっぱり初期に戻って法王みたいな感じ。もしかして、もしかしてニャース、うん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 。ポケモン今は総勢何匹いるの、わかんない、いずれも知らないです。もうなんかわかんないぐらいいるもんね、びっくりだよね。ルギア、あ、ミュウ、あーミュウとかミュウツーもわかる。アルセウス本当。13位リッチさんありがとうございます。12位がリュウノロさんありがとうございます。11位が小雪さんありがとうございます。10位がモリリン、フーイズミーさんありがとうございます。9位が Z さんありがとうございます。8位がセム社長さんありがとうございます。7位がシマちゃんさんありがとうございます。6位がジュノスケさんありがとうございます。5位がチーフさんありがとうございます。4位がチョッパタイムさんありがとうございます。3位がタチナンデスさんありがとうございます。2位がハシさんありがとうございます。1位がケンプファーさんありがとうございます。そう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 、アニメといえばさ、ドレミちゃん、ドレミちゃん、映画する、本当に嬉しいんだけど、ドラミちゃん、うー嬉しいよ本当に。そう、まあそれだけですそれじゃありがとうございました。そう、ありがとうございました。お邪魔女ドラミね、ありがとうございました。また明日、明日ラグーナ頑張ります。イイ、早起き、4時半起き頑張ります。バイバーイ、おやすみなさーい。バイ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